はい、こんにちは、さかなえです。梅雨ですね。本当に毎日、雨が続いて鬱陶しいんですけども、まあ、この梅雨が明けるとカラッと暑い暑い夏になります。今日ですね、このガスケットというのがあるんですけども、これの交換をやりたいと思います。でガスケットというのはですね、まあ、例えばこういうところのこういう内側のここですね、あとこの場合にはここのところで、まあ、この巻きとほら場合は3箇所ですね。ここと、この下のですね、肺のところのこの蓋、ここのですね、サイドのこの蓋面とこに、ついて、こんな感じですね。ここについているんですけども、こちらもですね、あとこちらですね、今回はですね、サイドの部分ですね、こちらがだいぶ広くなってしまっているので、これを交換したいと思います。こちらはですね、私がよく行っている巻きとの専門店ので購入しました。あと耐火セメントというのがですね、必要ですね。こちらを使うんですけども、こちらはですね、また例によって、Amazon さんでですね、購入しまして1767円でした。はい、これからやるんですけども、まあ、とりあえず道具としてはですね、背袋ですね、あとですね、マイナスドライバー、あとはですね、このようなブラシがあるといいと思います。あと、マスキングテープ、こちらが必要になります。では実際にですね、取り外すとこからやってみたいと思います。こちらですね、この上に上げると外れますので、こういう形で外します。だいぶここすすがついてますので、これはですね、今外で払ってきてしまいます。はい、今取り外してですね、これがついてたすすは払ったんですけども、まずこれをですね、取り外します。まあ、これはですね、手で簡単にですね、ここが、まあ、これなんかもボロボロになってますね。あとマイナスのドライバーですね、とかを使う、とを使ってですね、とこんな感じで、溝の部分はですね、ここにですね、耐火接着剤とかついてるので、ここのところはよくこれで落とします。そうしたらですね、あとこういうものブラシでですね、この溝サイドですね、よく掃除します。ちょっとホコリになるので、マスクをした方がいいかとも思われます。ここにですね、説明があったんですけども、ルトランド耐火セメントということで、耐熱温度ですね、約1095度なんですね。こちらの方のガスケットの値段はですね、約1500円ぐらいでした。この部分をね、ちょっと乾いたので取って、でこの部分ですね、耐火セメントを、なんかすごいですね、水液状のものが出てしまいました。あ、これよくあるか。最初ね、そうだ、よくね、ちょっとこれ揉んだ方がいいって書いてあったんですね。もうダメだもう遅いってやつですね。なんかやたらね、この水状のね、液体状のものが出ちゃいますね。ここは使えないでしょう、これね。なんか最初液体状のものが出るんで、ちょっともう一度これ。ちょっと揉んで。
これで出てきましたね。それであとですね、少ないところをちょっと足したりして、なんか全体的にですね、これで、マウスドライバーで、全体を流して、ではこれで取り付けます。これ先ほどちょっとはめてみたら長いので最後切る形になります。これよく見るとなんですかね、ちょっと丸なんですけども、こちらの方が若干細いんですね、触ってみるとね。だからそちらをですね、この溝に入れるような形で今入れています。引っ張って伸ばしては混ぜみたいですね、このガスケットですね、まあ、こんな形で引っ張って伸ばしてはいけないということみたいです。最後合わさる部分はですね、カットするんですけども、このままカットするとここほつれるので、ここにですね、ちょっとこれついちゃったけど、マスキングテープを巻いてやるといいみたいですね。こういうものがですね、コメリとかですね、まあホームセンターで売ってるので、これをですね、これカットする部分ですね、に巻いといて、それでこの部分ですね、でカット、するといいみたいです。こんな感じですね。それぞれ周りにはみ出てしまったものはね、これで拭いておけばいいでしょう。手袋は今回ね、これを使ったんですけども、まあこれ、ね、結構汚れてしまうので、ビニール手袋とかそういうのがいいんじゃないでしょうか。それでですね、こちらの方の説明書でいくとですね、接着後はですね、2、3時間乾燥させますと。あとドアガスケットですね、の場合は完全にですね、フィットさせるためドアを閉めてですね、よく完成させてくださいということで、この状態で乾燥させるのではなくてですね、ドアを取り付けて乾燥します。ちょっと取り付けます。今ですね、ここのドアを取り付けました。これでですね、ここの蓋を閉めてですね、乾燥させてくれということで書いてありました。まあ、ここの接着面がですね、完全につくという目的だと思うんですけども、これをですね、閉めます。やっぱちょっと硬いですね。それでこちらのドアですね、まあ、乾燥、こちら乾燥させるために開けておいた方がいいと思います。これ24時間置いて完了となります。はい、今24時間というか、もう24時間以上経っているんですけども、経ったところです。こんな感じでね、固定されています。やはりね、これドアを閉めてやると完全にこの押し付けられるというか、で固定されています。はい、完成です。はい、今日は薪ストーブのですね、ガスケットの交換をしました。薪ストーブのシーズンになってしまうとですね、24時間置くっていうのも、ちょっとなかなか時間も取れないので、やはりこういうですね、薪ストーブのオフの時期ですね、メンテナンスでやるといいんじゃないかと思いました。値段はですね、値段は耐火セメントが約1700円、
あとガスケットのはですね1500円ぐらいだったので約3200円ぐらいかなかかります。はい、ということでですね、この動画がいいと思いましたらこのいいねボタンとですね、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。